もう分かんない、全然関係性が分かんない。それいとこじゃないの？違うだろ、最後友達って言ってたじゃん。もうその時点で血縁関係から外れてるでしょうね。勉強になりましたね。私も知らなかった。ん？え？ん？じゃあ本当に純粋なお客さん3人？あ、もう一人受付のスタッフのお姉さんが座って見てたよ。マジで？じゃあ純粋なお客さん2人じゃん。っていうかさくらよく見てたね。うん、振り忘れたから座って見てた。
があるってすっごいストレスだよね。まあ俺なんてどう考えても歌に参加したいの分かるのに歌ってる振りじゃなきゃいけないっていうストレス。それマジストレスだわ。分かってる、口パクって分かってるんだけど、それを会話の中では口にしてはいけないっていう暗黙の業界がさ。え、何？業界だよ。暗黙の業界じゃなくて妖怪だよ。そうだよ。この業界基本口パクって意味で暗黙の業界だと思ってた。くるみちゃんバカ。やだ、くるみちゃんたらバカバカ。バカバカ。またみずきちゃんの横にいらっしゃった。いい加減に。解散ってどういうこと？悩みがあるんですか？このグループうまくいっていないようで、なかなか絶妙なバランスでうまくいってたと思うんだけど、食べ物のシーン回して、私は好きや嫌いよ。あのね、なんかおかしくない？何が？私たちがアイドルっていうの。え？どういうこと？まあ確かに売れてはないけど、ビジュアル的にもちょっとアイドルにはいないかもしれないけど、その分キャラを押し出してねえ、うまくいってると思う。やっぱりそういうことじゃなくて、ねえ、私たちいつからこのグループで活動してる？去年からかな。そうですよね。いや、半年前じゃない？3年くらい経ってる気が。そもそも私たちのグループ名って何？AKB、 ATM、 BTC、 GPS。 あれ？なんだっけ？ほら、おかしくない？なんでだろう、思い出せない。私たちアイドルじゃないんじゃないかな。え、そんなはずないじゃない。さっきだってライブやって。その前は？え、その前は何してた？あれ、最後の記憶は何？日曜日、お母さんに嘘をついて家を出た。嘘？なんで？内緒で応募してたから、アイドル発掘オーディション。チカちゃん抜け駆け、私たちを捨てる気だったの？いや、そんなことは。なんで内緒に？それはなんでだろう、思い出せない。恥ずかしかったからだよね。言えないよね、学校でバカにされてるのにアイドルになりたいなんて。楓ちゃん何言ってるのよ。チカちゃんこの性格よ。そうよ、バカにするならまだしも、バカにされてるな。バカにされてるよね。友達だよ。あんなの友達じゃない。チカちゃん思い出そうよ。売店でパン買ってきて。何その顔、嫌なの？いいよね。うん。だって何でも言うこと聞くよね。いつもヘラヘラして怒るって感じを置き忘れてきたんじゃない？そうそう。え、ちか何聞いてんの？ AKB 好きなの？まさかアイドルになりたいとか思ってんじゃないでしょうね。やめてよ。そう、ああいうのはさ、もう人種が決まってんだから。例えばくるみみたいにな。うん、やだ、そんなこと言ったらちかちゃんかわいそうじゃない。ちかちゃんだって好きでこの顔に生まれたわけじゃないんだから。くるみそれマジきついから。え、出たよくるみの天然。ちか、じゃあ私ら帰るから掃除当番よろしくね。よろしく。何？も
しかして嫌なの？うんうん、私に任せて。だってと伝わるわけないんだよ。部屋でアイドルの歌口パクで踊ってたらまるで自分の声みたいだった。鏡に映る私はちょっと冴えないのが売りのアイドルみたいだった。こんな私でもアイドルになれるかもって夢見てしまった。ひどい勘違い。それで応募したんでしょ、オーディション。お母さんに内緒でこっそり家を出て、会場の手前の駅でクラスメイトに会ってカラオケに誘われた。動揺してコンビニのトイレに立てこもって。どうすんの、もう間に合わなくなるよ。今ならまだダッシュで間に合う。コンビニのトイレでどうしようか考えてる間にこんな妄想の世界作っちゃったの。キモいなあ私。いや、むしろ天才よ。自分を信じて、チカちゃん。あの子たちに本当は言ってみたかったこと言えばいいんだよ。笑われてもいいじゃん、一人になってもいいじゃん。声を上げさえすればそれを聞いている人が世界のどこかに必ずいる。その声を聞いてあなたに会いに来てくれる。でも黙って念じていてもその声は届かないよ。どんなに不格好でもいい、あなたの声で叫べ。私夢があるの、なりたい私があるの。私を勝手に決めつけるな。私のことは私が決めるんだ。私の未来を決めつけるな。私の未来は私が決めるんだ。誰も私をバカにするな。上等じゃない、それでこそチカちゃん。じゃあね、オーディション検討になってるわ。バイバイ。待って、いつでも会えるよ。私たちはあなたの未来の可能性だから。あなたの未来で待ってる。私の未来で私の未来は私の中にある。本当かな、あんな堂々とした私がいるのかな。笑って受け止めてくれる仲間がいるのかな。待ってて未来、私行くよ。